おはようございます。おはようございます。電波の状態大丈夫でしょうかね。ちょっと今とても電波状態非常に不安定ですが。なんか賑やかですけどね。うん、そうなんですよ。ちょっと不安定な理由はね、この私の使ってるシステムって、皆さんの使ってる携帯電話の電波の一部を使ってるので、人がめちゃくちゃ多いと、うん、時々電波が不安定になるという、そういう特徴があります。私の目の前、これ多分ね、1000人ぐらい人が並んでるのかな。午前中からですか？こんな朝早く。いいタイミングで呼んでくれましたよ。うん、今日はね、東京都台東区、上野公園にやってきました。上野公園に桜見に来たんですけど、そうではなく、今この時間は桜ではないんです。駅から降りた人が小走りにザーッと走ってきて並ぶ場所があります。それは上野動物園です。私は上野動物園から200メートルぐらい離れたところにあるんですけど、2月1日からシャンシャンは並んでみることになりましたよね。早いもの順ですから、皆さん駅から走ってきて並ぶ、もうすでに1000人ぐらい超えているぐらいの行列に放った。桜が東京国立博物館を右手に見まして、はい、反対側が桜の有名なメインストリートですが、ちょっとメインストリートの方を見ると、もうね、春色のトンネルがずっと続いてますよ、本当に。まだ気象庁は満開を発表していませんが、はい、先週気象庁に先駆けてこの番組で開花を発表しましたね。そうでしたね。まだ気象庁満開発表していませんが、もう発表しましょう、満開です。これ満開です。勝手に発表しないの。大丈夫です。これ絶対満開と言うに違いありません。ありがとうございます。満開になると思います。皆さんね、この桜にも目もくれず、なんか花よりパンダって感じでパンダのように並んでるんですけれども、今日は今ずっとこう桜の下を見るとブルーシートが敷いてあって、もう場所取りの人がいるんですよね。でも皆さんね、一人ポツンとうなだれていたりとか、寝袋に入っていたりとか、ちょっとまだ始まってない感じなんですが、場所取りしてる皆さん、あるいはもう一部始まってる皆さんに、お隣のシートの人にはちゃんとご挨拶を済ませましたかというのをちょっと聞いてみたいんですよね。最近ね、自分のシートだけで盛り上がって、隣とは溝があるみたいなことが多いんですよね。このなんか世知辛い世の中、隣とも仲良くしましょうよ。袖振り合うも多少の縁、お隣と仲良くしたい、仲を取り持つような中継をちょっと今日はお届けしつつ、満開の桜の下からの中継をお届けしようと思っております。でもね、これ多分ね、やっと朝迎えた感じ、皆さん、場所取りの皆さんに10時にマイクを向けてちょっと寄り添って仲を取り持ってみたい、はい、思っております。早いんじゃないですかね、10時。今週もちょっとおせっかいの匂いがしますけど、ありました。じゃあ10時の中継、はい、しております。今日は東京都台東区上野公園にやってきました。で、上野動物園をさっき後にして、もうシャンシャンの行列は9時半になるとゾーッと中に入っていきましてね、皆さん整理券持って9時45分からもう宮那覇見始めて、さっきね、パンフレット持って歩いてる人がいたから、もう最初のお客さんは出てきてるぐらい、そのぐらいなんです。上野動物園を後にして、アメ横の方に歩いていきました。で、そうなるとメインストリートを歩くことになりまして、今ちょうど私、桜の春色のトンネルのちょうど真ん中ぐらいにおります。はい、ここね、1200本桜が植わっていて、9割はソメイヨシノと言われています。で、今このメインストリート、幅ね、そうね、20メートルぐらいあるんですけど、すごい人になりましたよ。今度はここが、日差しもあるということと、あと外国のお客様、もう外国語が結構飛び交っていたりなんかして、ちょうど私立ってる目の前の桜のこの枝ぶりが良くてちょっと目に留まったんですが、はい、実は私が目の前にあるこの桜こそ、この上野の1200本を代表する、これが標準木です。これを見て上野は咲いてるだか咲いてないだか散っただかっていうのを発表するのは、目印とかもあったりするんですか？あります。地図にも書いてあるし、これが標準木ですよっていうのが書いてあって、そうなんだ。はい、ちょうど、上野動物園からこれ300メートルぐらいの桜のトンネルなんですけど、ちょうど3分の1ぐらい、100メートルぐらい入ったところの、右手にあるんですけど、この下でもすでに、もう宴会、ここはもう宴会が始まってる、4人組。早い、早いですね。もうすでに日本酒、赤ワイン、ビール、イカを噛ん、男性4人組が始まっています。もうすでに、このね、上野ってね、もう今歩いてる人もすごいんですけど、場所取りしてる人はまだチームと合流していないというか、さっき場所取りで
一人で待ってる人がチームと合流して、はい、よくやったななんて言われてる、あのそれパッと顔が明るくなる、ローをねぎらうみたいな、そういうシーンが結構 ね、あの見られましたけど、うん、この上野ってね、もう300年ぐらいこうやって日本人は花見をしてるんですよね。300年以上。ここって寛永寺ってお寺があって、はい、そのお寺の境内だったんですよ。寛永寺ってお寺、今ももちろんありますけど、場所がね、皇居から見てちょうど北東、うん、まあ、皇居じゃなくて当時は江戸城、つまり徳川家から見て北東で、北東って鬼門だから良くない方向だから、そこにお寺作んなきゃいけなくて作ったのが寛永寺で、寛永寺作った時にただお寺だと物寂しいからっていうので桜をバンバン植え始めたっていうのが、これがね300年前からここで花見が始まったきっかけとなっています。まあ、とはいっても今ここに私の目の前にある桜は東京オリンピックの時に植えたものみたいで、だから50歳を超えてるぐらいで、もうそろそろ老木ですよね。60歳ぐらいがもう何、桜の定年といいますかね、寿命と言われてますからね。はい、まあ、今年ももうこれ間違いなく満開発表するでしょうね。うん、で今日はお花見に一番大事なのは、うん、宴会始める前の場所取りです。はい、この上野公園っていうのは特に場所取りではね有名で、何が有名かっていうと時間と空間といいますかね、うん、時間、自分が終わる時間とこれから始まる人がちゃんと連携を取り合って、幹事さん同士でちゃんと引き継ぎができてるんですよね。それがこの公園の結構ね売りといいますか、ね、どうやってやるんでしょう、うん、どうやってまずここって公の場所なので、パブリックなので基本場所取りはしちゃいけないんですけど、もうこれ300年の伝統があるわけで、公園は片目をつぶって許してるっていう、そういう感じなんですけど、つまり、はい、場所取りの方が来て、ここ何時までやりますかって言うと何時までです。でそこでメールアドレス LINE などを交換して、ちゃんと後片付けも手伝って乗り換わっていくっていうのをずっと繰り返しているので、かなり ね、ここはねうまくいってるはずです。これがまあ時間的な問題で、今日は場所取りしてる方がポツポツ見受けられるんですが、ちゃんとお隣の人にご挨拶をしていますかというのをちょっと確認して回ってみたいんですよね。何が大事って、お隣との連携です、はい、お手洗いに行くにも場所をちょっと離れるにもちょっと声をかけていけば大丈夫なはずなんですよね。安心ですよね。はい、今ちょうどここ私の目の前が、1,2,3 男性3人組、男性2人組、ちょうどその、敷物と敷物の間に私立ってますが、男性、合計5人、すみません、 TBS ラジオです。ちょっと伺いたいんですけど、ここお隣の間50センチぐらい空いてますけど、お隣同士ってもうちゃんとご挨拶は済んでます？もう完璧に済んでます。完璧に済んでます。さすがですね。完璧だそうです。もうなんか、なるほど、うなぎパイの差し入れを入れたりなんかして。そうですか、大事なことですよね。仲良くやってください。できてんじゃない。いいですね。ね、少し譲っていただいた立場なんです。何こう譲っていただいた立場。そうなんです か、どっちかというとじゃあ大家と田中みたいなもんですね。いいですね、いい関係、これはとてもいい関係です。じゃあ引き続き、楽しい、ね、お花見を、ね、男性手振ってくださって、男性2人組と3人組、ちょっと南の方にもっと歩いていってみましょう。ここはどうかな、ここは話し合ってるかな。歩いてる人は圧倒的に多くてもう前が見えないぐらいなんですけど、まだねこう場所取りの人は点々としています。場所取りの男性がお一人で今寝袋から出てきたところです。すいません、 TBS ラジオの土曜ワイドという番組の生中継です。場所取りお疲れ様です。ありがとうございます。大変でしたね、うん、ちょっと来て来て、何時から昨日いたの？仕事終わってからなんで夜中1時半ちょっと。メガネかけた男性眠そうです。はい、ここはね、上野はね8時になると電気がバンと消えちゃうんですよ。で消えた後いよいよもそもそと場所取りが始まるわけで、真っ暗だったでしょ昨日。真っ暗ですね、ほぼ。すいませんけどここ何人来るの？大体そうね、8畳敷きぐらいの緑色の、まあ、シートが敷いてあります。15ぐらいですね。15から18で今年はさ、桜が早く咲いちゃって前倒ししたんでしょ。はい、ねえ、あれだ、 T シャツそれ逆さま着てるけど大丈夫なの？裏裏側し暗いんで分かんなかったんですね。暗くて分かんない。暗くて分かんなかったんですね。まあそれはまあ言わなきゃいいとしましょう。何関係のグループですか？大学時代のサークル仲間ですね。どうしてあなたが一人だけでここ取ることになったの？そういう役割なんで、昔から昔からそういう役割です、ね、先輩とかじゃなくて？
そういう人なの、あなたは。あ、僕二郎して僕年上のはずですけど、年上、まあ、こういう役割ですね。なるほど、年上。あのちゃんとですね、あのカップヌードルの箱とかが置いてあって、それがちゃんとテーブルになっていて、iPhone 一つを持って一晩乗り切ったというそういう感じですけど、そうですね。もういよいよあの本体は何時に来るんですか。本体一応12時って聞いてるんですけど。12時、はい、じゃあもうすぐですか。もう頑張ってください。あと2時間ぐらい、はい、あのちなみになんですけど、はい、ちゃんとあのお隣とはご挨拶って済んでます。いや、あの起きた時にはこもうお隣さんがいた感じですね。全く何も、ま、ご挨拶してない。全くしないですね。した方がいいと思うんですよね、うん、そうだよ、した方がいいですよね。絶対だってその方が袖振り合うの多少の縁だもん、ね。左右両方ともあのご挨拶した方がいいと思うんですけど、はい、まずはこちらカップルが隣にいます。TBS ラジオの土曜ワイドなんですけど、はい、何時から場所取りしてるの？いや、もう飲んでます。あ、もう始まってるんだ。あの、もう飲んでます。ちょっと、ね、お隣さんご紹介するわ。あの、はい、お隣さん、あのまだ挨拶がまだだったみたいで、はい、ちょっと名乗って、名乗って。すいません、小沢と申します。あなたは？あ、石川亮です。石川亮さん、あなた石川亮、今年32ですね、はいはい、石川亮さんプロゴルファーと同じ名前ってこと？そうです。そうだよね。お隣彼女？そうです。この石川遼チームは2人なの？うん、あ、もう1人。あ、もう1人来ます。もう1人来る、はい。何時まで盛り上がる予定ですか、今日？いやー、予定はまだ分かんないですけど。あの、すみません、あなたのこと、遼って呼んでいいですか？遼。遼。あなたのことは何て呼んだらいいかな？ザワで。ザワ？ザワ？じゃあ、ザワ？遼って一応呼び合ってみましょうか。ザワ？ザワ？遼。無理やり仲良くしたニックネームでね、仲良くなった。これは盛り上がりそうですね。あのちょっとお近づきの印に、お近づきの印にあのかぶって叩いてじゃんけんポンっていうのちょっとやってもらいたいんですけど、ちょっとかぶって叩いてじゃんけんポン準備していただいて、今かぶってあのヘルメット、赤いヘルメットなんですよ、ね。そ, う そ, う、そしてこちら心配ですよ。ピコピコハンマーも今運ばれてまいりました。これの対決やめなさい。大丈夫、できます。やり方わかりますよね。はい。はい、じゃあね、ザワとリョウの対等なんか素直な叩いてかぶって、会ってまだ2分ぐらいですけどね。はい、それでは参りますよ。せーの、ね、叩いてかぶってじゃんけんぽい。はいはいはい、もう一回もう一回やり直し。はい、もう一回。今ね、ザワが攻撃をしたんですけどもね、はい、リョウが見事に防ぎました。はい、もう一回。叩いてかぶってじゃんけんぽい。あ、今度は、よかった。あ、いや、ダメですね。またこれもちゃんと防ぎましたね。あの、この道具ちょっと置いていきますんで、しばらくやっててください。置いていく。印象だと思います。置いていくんで。わかりました。ね、じゃあ、ザワたちもね、あの、この後も仲良くね。はい、じゃあ、頑張って。はい、ありがとうございます。また一ついいことをしてしまったような気がします。気まずいな、一応今の、ヘルメットとピコピコハンマーを置いてきました。あ、なんかテレビ局、あ、ジップだ、ジップ、ジップの、TBS ラジオ土曜ワイド。あ、何やってんの、あの今花見に、どういうネタ、どう楽しんでるかをちょっと今聞いてます、ね、すいません、あの TBS ラジオです、ごめんね生中継中、黙って。あ、生中継ですね。ジップいつ放送、月曜日、月曜日ね、はい、ジップ月曜日ご覧ください。対応できるんですか。今宣伝しないの、ね。さあ、ここはジップでやってたみたいな感じ、ね、いいグループにつけました。男さん女さんですね、うん、あら、男さん女さん、女性はあのペットを連れてらっしゃる方が、ペット、ここはいいですね。朝からやるのかな。 TBS ラジオ土曜ワイド生中継中なんですけど、ペットを連れてらっしゃるってことはご近所ですか。近所。いや、いいね、いいね、近所。元気なご挨拶いただけ、先に犬が答えたんです。ラジオジェニックな犬ですね。そしてお隣男性3人組、 TBS ラジオ土曜ワイド生中継中なんですけど、いつからここ場所取りしてますか。朝5時。何関係のグループですか、こちらは。お仕事、でも仕事です。男性2人は結構もう管理職クラスですよね。管理職でもないけどね。で、1人は若手は、こちらは手伝いです。ん、手伝い、一緒についてきたの、私の子供です。あ、お子さん、そうですか。お子さんを連れて、じゃあお仕事関係の方という3人組、ね、はい、なるほど。あと仲間が来るの待ってる。今年ほら桜が早かったでしょ、はい、予定早めましたよね。早めました。本当は何する予定でした、今日あたり。だってまだまだでしょ。今日は予定は分かんないよね、未定です。今日何時まで盛り上がりますか。11時みんなが始まって4時ぐらいじゃないですかね。4時ぐらい、はい、はい。お隣の女性は今日何時ぐらいまで盛り上がります。どれだね、
ぐらい。昼過ぎな、あと何人来るの？あと今2人買い出しでも。あ、じゃあ5人組の女性なんだみたいな。賑やかだ。そうですか。ちょっと今日7です。7人ちょっと伺いますけど、あのワンちゃん連れた皆さん、あのお隣とはもうご挨拶って済んでるんですか？まだしてない。してない。した方が良くないんだよ。こんなに近くにいてさ、犬もいるのに。したって言った方がいいよ。ちょっと待ってください、ね。したって言っちゃう。今ちょっとあの隣に、あのお隣にご挨拶ってなんだよ。してないです。した方がね、なんでだよ。絶対楽しいと思う。盛り上がる？盛り上がると。ちょっとご挨拶しませんか。代表誰この代表？はい、僕です。ごちごち。はいはいはい。はい、じゃあちょっとすいません、今連れてきましたね代表。はい、お名前どうぞ。森田です。よろしくお願いします。はい。何普段何してるか言って。普段は仕事してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然楽しそうじゃない。代表誰？聞いてない。代表誰？はい、ご挨拶。はい、名前。あ、平井和崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段何してる？普段保育士してます。保育士。あ、森田が照れてんじゃないか。偉いですね。森田が照れてる。仲良くやっていけそう？仲良くやっていけそう？あのね、TBS ラジオ土曜日の生中継中なんですから。あのこんなに仲良くなったせっかくお近づきの印にあのポッキーを両側からちょっと食べてもらうと、ね、やめなさい、やめなさい。じゃあこっち準備して、代表誰？若者。あ、じゃあ若者行くから。はいはいはい、じゃあ息子が代表やります。息子大丈夫だから。はい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 、あなた、はい、若手同士でもうこういうのは若手がやるから。はいはい、行くよ。はい、じゃあポッキーを加えてくださいね。男同士？やめなさい、朝から。はい、違う、ね、男女ですね。はい、男女ですね、はい、加えてこい。大丈夫、加えてちょっと噛むだけだから。その後4時ぐらいまで一回続くんですよ。ほら、ちょっと大丈夫、ちょっと進め。これで結婚とかさすがに旦那さんとかいないの？やった方がいいって。息子本当に嫌がってんだけど。じゃあもうしょうがない、お父さんやるしかない。ダメだ、お父さんやるしかない。はい、お父さん、親子でやって。お父さん加えて、はい、お父さん加えて、加えるの。お父さん加えて、噛んじゃダメよ、まだ。はいはいはい、入ってください。今お父さんが近づいていきます。はい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 、ゴー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 。はい、来た。2メートル頑張ってください。はい、行く。せーの、一瞬。あ、いた、近づいた。はい、今噛みました。はい、計測です。計測。ポッキーとポッキーの距離が9.5センチ。はい、9.5センチです。お二人の間が 9.5 センチまで近づきました。この後もね、楽しくあのポッキー置いていきますんで、多分もっと 9.5 よりお父さん短くできると思うんで。お父さんだったら息子にやってもらえない。息子が恥ずかしがって、思春期だからね。でもね、お父さんがそうやってね、背中見せないと。ね、9.5 センチまで近づいたんでね、なんか楽しいお花見をね。あ、さあ小林さん、そろそろお時間です。いやー、みんな仲良くなってよかったな。大丈夫、本当に仲良くなったのかな。小林さん去った後めちゃくちゃ気まずくなるんじゃない、それ。さっきのあれ、りょうくん大丈夫かな。りょうさん、りょうくんもちょっと心配だし、ザワとりょうも、ザワとりょうも仲良くやってた。ザワとりょうでしょ、ザワとりょうは多分親友なんだと思うよ、多分。やってると思う。止めるまでピコピコ、あれやってるじゃないですか、かぶってやってたりで。ちゃんとピックアップしてくださいね。はい、じゃあ小林さん、次は12歳のレポートお願いします。はい、よろしくお願いします。後ほどお願いします。上の公園いいな。今日ゲスト森田純平さんだったじゃないですか。はい、森田さん、はい、ね、森田さんって僕、はい、あの役名の方が実はしっかり名前を覚えていて、乾先生。はいはいはい、そう、3年 B 組金髪先生。まあ僕ね、なんか運命的なものを感じてるんですが、実は今乾門におります。皇居までやってきました。皇居の、そうそう、なんかこれ関係あるな、うん、きっと。あの上野の山を降りまして、上野ってちょっと高台にありますので、はい、上野のお山なんて言うんですけど、はい、あのこの乾門も桜が有名、しかも、うん、今日からあの皇居一般公開です。はい、皇居を一般の方に公開できるんですよ。で、あの坂下門から乾門まで750メートルを歩いて抜けることができます。うん、これ今車の音してると思いますけれども、うん、これが多分皇宮警察のバスで、この中に皇宮警察隊の方がいっぱい乗っかっているという、うん、あの警察関係のバスなんかも止まってても、結構物々しいですよね。はい、物々しいんですけど、桜見に来るお客様なので、うん、皆さん結構スマイルしながらも、きちんと警備してる。中からの中継は本当に絶対できませんので、うん、今実は私坂下門から入って、うん、乾通り750メートル通って、はい、乾門ちょうど出てきたところで喋ってます。うん、ここ入るのはね、無料なんですけど、うんうん、4月1日まで、
通ることができるんですが、まず入るとね、はい、坂下門を、普段は閉まってる門を、まあ、入ると、今日は警察がいっぱい出ていて、皇居一周とかできないようになってるんですけど、坂下門からまず入ると左手に宮殿が見えてきて、まあ、宮殿ってあんまり僕ら見ないですよね、皇居のね、あの緑色の屋根、3階建て、茶色の壁、うん、でまず宮殿、そんな近くには近寄れないので遠巻きに、まあ、皆さんそこで写真撮って、で宮殿左手に見て、さらにその先に宮内庁の庁舎が見えてきます。地上4階建て、うん、あのベージュ色の石の壁で、うん、あの緑の、多分これ胴吹きの屋根だと思うんですよね、かなりクラシックな建物、でそこから先にいわゆる乾通りというのが750メートルあって、両側に桜が植わっているということで、本当はね、この皇居って毎年一般公開なんですけど、去年はね公開してなかったんですよね、はい、理由はね、樹木を植え替えないといけないからで、樹木の植え替えがあったので去年は来てません。だからこの番組始まった年に僕ここで中継した記憶があるんですよね、やっぱり同じところで、で古い桜の木もいっぱいありましたけども、新しい桜の木も結構植わってて、はい、やっぱり桜の寿命は60年と言いますから、こうやって植え替えていくんだななんていうのがあり、あとね、白い拳の花なんかも、もう満開、綺麗そうです ね、多くのお客さんですけど、やっぱりちょっとね、上野とはね、もう趣が全然違いますよね、うん、雰囲気はね、当たり前なんですけど、酒飲んでる人はいなかったりなんかするんですけど、入り口のチェックは限界で、はい、カバンの中はもう必要にチェックされて、飲み物があると一口飲んでくださいって言われたりとか、はい、叩いてかぶってじゃんけんぽんの道具を置いてきて、本当に良かったっていうね、それが賢明だと思います。怪しいものいっぱい持ってますからね。あとね、金属探知機でチェックしてやっと中に入れると、750メートルゆっくりゆっくり歩いて、今門から出てくる人が、まあ、たくさんいらっしゃるということで、ね、やっぱり、ね、桜見るなら、まあ、上野みたいなところもいいですけど、こういう皇居、一般公開してる4月1日まで本当に今日見ごろ、今日見ないでいつ見るのっていう、はい、満開の、多分まあ満開と発表されたんですね、もうね、満開の桜、もう縁取りは結構ぼやけててね、ぼんやりしてるんですけどね、風や、まあ風なんかではまだもう一輪の花びらも散ることがない、もうすごい生命力を持っていて、もうね、風で揺れてもへーちゃらっていう感じの、一番元気な状態なんだ、桜の木ですね。そうですよね、だからあと1週間も経てばこれがザーッと散ってくるんでしょうけどね、今日はそういった桜が楽しめる、乾門750メートル歩いてまいりました。多くの方が出てて、まあ、これ何回通ってもいいんですけど、今待ち時間ゼロで入れますので、結構おすすめかも分かんないですけど、ね、ただし立ち止まって写真撮るようなことはできないので、スーッと通り抜けなければいけません。そうなんだ。幅40メートルぐらい、最初は玉砂利なんですけど、後からもう下がアスファルトになってしっかりとした路面になってますので、まあ、キャスターバッグなんか持った人でも十分通ることができるので、外国のお客さんもね結構いましたね、かなりの方が。で乾門を出てきた人がなぜか私の写真を撮ってる。聞いてます。あ、聞いてた。 ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今もしかしたら撮ってきたの？撮ってきた。去年は来られなかった。毎年来てます。初めて見ました。初めて。どうでした？まあまあかな。まあまあ厳しいですね。厳しいですね。桜を見る目が、出口のところにしだれ桜があって、あれ綺麗じゃなかった？あれ良かったでしょ。でもまだね、細いですね、木がね、幹がね。あれはね、なんかね、新しい木を植え替えてるから、最初の方が結構太かったじゃないですか。去年植え替えてるから入れなかったみたいで、あれ新しい木。ちゃんと桜取りました。僕取ってる場合じゃないでしょ。一番良かったです。ありがとうございます。なんかラジオを聴きの方がたまたまここを通っていたということで、なんかお越しいただき、ありがとうございます。ステッカー持ってって、ステッカー、せっかくだからステッカーね、はい、差し上げますからね。ありがとうございました。いやー、なんかもう春満開って感じですね。もうここ4月1日までなんで、多分ね、多くの方いらっしゃると思いますが、本当に今年はいいタイミングですよね。今日から、そう、今日から4月1日までなんで、本当に満開の今日から、誰が測ったんでしょうか ね、 春休みだからね、お子さんなんかもみんなね、はい、見えますし、皇居なんかめったに入ることできないじゃないですか、だから右手には東御苑も見えて、なかなかの景色を楽しめます、まあ、上野のあの雰囲気とはまた全然違うので、セットで見るといいかもしれません、桜の下でね、もうバカ騒ぎする人はここはゼロって感じですけどね。そうですね、使い分けていただいて、はい、さあ、そんな小林さんなんですけれども、お知らせがあるそうですね。あ、何ですか？お知らせですよね、こんな中継でこういう紙読むの初めてなんですけど、来週水曜日3月28日の夕方6時から60分間いろんな現場と中継をつなぐ特番があります。私それに呼んでいただけることになりまして、タイトルが、
絵と愛と愉快な現場たち。ほんとこういうタイトルなんだ。後輩の今知りましたけど、後輩の司会の番組、はい、そうですね、江藤さんに呼んでもらえるんですよね。生放送でお送りします。スタジオは、はい、TBS 江藤愛アナウンサーね、うん、骨折してますけどね、うん、中継私小林と、はい、あとラジオで初めて喋るあのキャスタードライバーの女子も参加するということで、ちょっとお聞きいただきたいと思います。3月28日夕方6時、どうなるんです。あんまり無茶言っちゃいけないんでしょ、この番組みたいに。あの真面目な中継になるのかな、どうも分かりませんけど、ね、そうですね、どこ行くか、この番組も無茶していいとは誰も言ってないんですけども朝から勝手にやってるだけですよ、勝手にそうです、そうです、自分で決めて無茶してますから、ポッキー壊さないでください。あんまり皇居なんで、さあ夕方の6時からですね、水曜日、はい、そうです、3月28日、はい、楽しみに、お聞きください。小林さん、来週の中継もよろしくお願いします。また来週、はい。